バサタカヨです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、2023年の10月21日から11月7日までの、土曜期間のね、皆さんのご注意点についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。皆さんね、夏の、土用の丑の日にうなぎを食べるっていうのはよく聞いていらっしゃるかと思うんですけれども、実は土用というのは、年に4回もあるんですよね。で、その4回というのは、立春、立夏、立秋、立冬というね、この4つの、季節がね変わっていく日にちですけれども、その前の18日間を土用というふうに言っています。ですので、どのように捉えたらいいかというと、季節がこう変わっていく時の準備期間というふうに考えていただきたいんですよね。今回も、すごい夏暑かったですよね。それがこの秋に急にこう気温が下がる、本当にね、今年はめちゃめちゃ急だったなと思ったんですよね。ある時から急に寒くなっちゃったみたいな感じだったので、皆さん体調ね崩されてる方も結構いらっしゃるかもしれないですよね。そんな風に季節がこう変わっていく、この四季がある日本だからある考え方だと思うんですけれども、この時期は、昔の人はね、例えば土を触らないとかね、例えばそういう、こう建物を建てるとか井戸を掘るとか、そういったことは避けてきたって言われているんですよね。昔はね、結構不動産屋さんだったりだとか大工さんっていうのは、そういったものをしっかりとね、考えて行動されていらっしゃったようなんですけれど、最近はねあまりそういうことは言わなくなったと思いますが、ですが皆さんやっぱり季節に体を合わせていくっていうのは、昔からね今も変わらないことだと思います。季節の変わり目というのは一番皆さんがね体調を崩しやすい時でもありますので、その時のね過ごし方についてお話をしたいと思います。まずはですね、例えば今の時期こう着るものにも困ると思うんですよね。気温の上がり下がりがあったりして、その日の、ベストなこう、ね、服装ってなかなか決めづらいと思うんですよね。なので、あんまり例えば今の時期だったら薄着、暑いから、日中暑いからって言ってこうまだ半袖を着るとか、そういった、こう極端な、ね、服装っていうのはやっぱりね避けていかないと、特に女性とかはね冬にもう本当にね、そのリバウンドというか、お釣りが返ってくるというかね、体調にね、影響を結構与えます。ですので私もね、ちょっとこの間出かけた時、すごくこれ薄い、ブラウスなんですけれど、もう風が吹くとね、もう途端にめちゃめちゃ寒くなったんですよね。で、そういう時って体温調整が難しくなると思います。ですから脱ぎ着できないものじゃなくて、こう上から羽織れるもの、体温調節ができるものをしっかりとね、カバンの中に忍ばせていただきたいと思います。最近は薄手でも暖かいストールとかがあったりしますし、薄手のね、ちょっとパーカーなんかでもあると思うんですよね。そういったものを必ずカバンの中に忍ばせておいてください。それは外側からの話ですね。で、次は内側からのお話なんですけれども、やはり体が冷えるものを、まだこの寒い時期になっても飲んだり食べたりすると、やはりお腹の中ですね、体の中も冷えてしまいます。そうなるとやっぱり体全体が冷えてしまいますので、体調を崩しやすくなります。で、胃腸というのはね、冷えればやっぱり消化吸収にも悪影響がありますので、ぜひですね皆さん、そろそろ体を温めていく食べ物を食べていただきたいと思います。もう私はね、すでに、もう鍋が、毎日鍋みたいな風に、ね、なっています。もうめんどくさい時の鍋みたいな感じになっているんですけれども、それぐらいね、やっぱり体冷やさないようにっていうことには気をつけています。で、そして、お野菜もね、お肉もしっかり取れるので、できるだけ、脂っこいもので、消化の悪いものとかではなくって、お鍋なんかであっさりと、食べれると、胃腸にもね負担が少なくなると思います。で、昔からの、土用の、食べ物っていうのは実はあるんですよね。
夏の、土用の丑の日にはうなぎを食べましょうっていうのはよく皆さんご存知だと思うんですけれども、実は、この立冬の前の秋の土用にはたのつく食べ物を食べましょうっていうのがあるんですね。それは辰の日なんですね。辰の日に、たのつく食べ物を食べましょうというふうに言われています。でその、じゃあ辰の日はいつなのかっていうと10月25日日の絵辰という日ですね。で11月6日は土の絵辰というね、この2日間は辰の日になります。この日にたのつく食べ物を食べましょうということなんですね。じゃあたのつく食べ物って何でしょう、玉ねぎとかタコとかタラとかタイとかね、そういったものが挙げられているんですけれども、まあタイとかタラとかだったらお鍋とかにもいい時期ですよね。であとまあ玉ねぎはね普段使いできるからいいと思うんですけれども、まあタコはまあ大阪だったらたこ焼きなんですけど、まあタコのお刺身があったりだとか、ちょっとね酢の物とかそういった食べ方になりますかね。でもやっぱ体温めてほしいので、まあタラとか、タイとかでお鍋っていうのはいいんじゃないかなと思います。そしてあとまあ旬のものを食べるっていうのがやはり昔からいいとされてるんですけれども、この秋から冬にかけて、お魚がね自分の体にこうしっかりとこう油を乗せていく、その青魚がね、美味しい時期になってきます。で昔からね青魚っていうのは庶民のね強い味方だったと思うんですけれども、栄養素的にもね、とても良いとされています。私たちのようなね年齢の方も、これからはねやっぱ青魚の、パワーをいただいていけたらなというふうに思います。あとはね、秋鮭ですよね。鮭も、この時期になります。でちょっとね調べてみたんですけれど、サバとかね、イワシとかもそうなんですけど、青魚がね、今年やっぱ近海にいなくて漁獲量がねめちゃめちゃ下がってるらしいんですよ。だからちょっとねお値段が上がってるみたいなんですね。なのでちょっと食べづらいかもしれないんですけれども、ちょっと加工品なんかも含めて何とかしてねちょっと取り入れていただけたらなと思います。まあ、お出かけの時にね外で食べるっていうのもいいかもしれないんですけど、まあ、青魚そして旬の鮭とかね、あとたのつく、タラとかタイとか、まあ、今回ねちょっとお魚ばっかりになってますけれども、まあ、そんな風にね食べていただければなと思います。そして秋の土用っていうのは実は私たちの体の中の臓器の中では肺大腸系を、しっかりとねケアしていただきたい時期なんです。まあ、肺というとなんかイメージされることっていうと、まあ、この肺にはまあ、空気を私たちね入れていると思うんですけれども、やはりね外から外気をこう体の中に取り入れるので、結構ねその通り道である気管支とか呼吸器系がまあ、例えばウイルスが入ってきたりとか、あと乾燥したりとかっていうことで、この時期ねやはりちょっとねケアが必要になってきます。でその時にすごく重要なのが乾燥から防ぐっていうことなんですよね。で、乾燥っていうのは、まあ、知らない間に乾燥しているのでちょっと気がけていただかないといけないんですけれども、まあ、お部屋の中では、加湿器とかっていうのはね今いろいろ例えば普通の一般的な加湿器もあればアロマとかをね取り入れた加湿器なんかもあると思うんですよね。まあ、そんな風に、まあ、寝る時、知らず知らずに喉をね痛めているっていうこともあったりすると思うので、加湿器でねちょっと湿度を調整するとかっていうことも必要でしょうし、あとお風呂でねお湯をためたりだとかして、ちょっとね自分の上にタオルとかをかけてこう上がってくる蒸気をね、吸い込むっていうことで肺にね、湿度を送ってあげる、そういったことも有効になります。で、こう肺と大腸はね昔からつながっているというふうに言われていて、例えば、腸の中が荒れている状態っていうのはお肌にも、影響が出てきます。何かもしお肌に、トラブルがあるっていう場合は、実はその内側である大腸にもね影響が出ているっていう可能性があります。炎症が起きているとかね。だからちょっと自分のお肌も、いたわりながら
外からね、いろいろ塗ってもなかなか良くならないと思うんですよね。それはどういうことかっていうと、内側からケアしないといけないっていうことなんです。なので、暴飲暴食するっていうことも、良くないことですし、油っぽいものを食べ過ぎるっていうのも、腸にはねすごく負担がかかりますので、それも気をつけていただきたいと思います。で、五行ではですね、この秋の土用の時期っていうのは白い食べ物を食べましょうっていうのもあるんですよね。で、白い食べ物、これからね鍋の時期とっても活躍するのがあるんですよね。大根だとか白菜、白ネギなんかも白い食べ物ですね。あとね、変わったところではレンコンとかゆり根とか長芋とかね、そういったものも白いものになります。あとかぶらなんかも出てきますよね。かぶらとかお豆腐も白いですよね。そういった白いものをね、しっかり食べましょうということで、先ほどのねタイとかタラとかもそうですけど、もう本当にお鍋の材料全部揃いますよね。ぜひですね、簡単にねお鍋に、入れればできてしまう鍋、本当に活用していただきたいなと思います。10月21日から11月7日この間はね、食べ過ぎないこと、暴飲暴食、飲み過ぎないことで、そしてねやはり、体を整えるためにも体を冷やさないで、お風呂とかでね温める、そして、湿度をね適度に与えてあげるっていう風にしていただけたらなと思います。そして忘れてたんですけれども、皆さんね普段鼻呼吸しておられます？私もね気づいたらたまに、口呼吸になっている時があるんですけれども、やはりね鼻呼吸をすることによって、外からウイルスが入ってくるも防ぎますし、喉をね痛めないんですよね。鼻を通ることによって湿度もね調整されたりしてくれるんですよね。体ってすごくうまくできてるんですけど、もし口呼吸してしまう癖があるんだったら、口の中に水を含んで呼吸をするっていうちょっと練習をしていただくと、鼻から無理やりね呼吸になるので、鼻呼吸のねちょっとやり方がわかるんじゃないかなっていうふうに思います。口に、水を少量含んで鼻で呼吸をする。そうすると口から呼吸ができないのでね、ちょっとそれを寝る前にやっていただくと、少しねこの喉をね痛めてる方なんかも、喉のケアになると思いますのでやってみてください。そして乾燥が良くないからといってこう飴を舐めたりする方って結構いらっしゃると思うんですけど、反対にねそれは結構ね後から喉がね、痰が絡まったりしてしにくくなる、ケアがしにくくなると思いますので、あんまり飴とかはおすすめしてないです。それよりは、乾燥を防いでいただけたらなというふうに思います。ですね、秋の土用、皆さんね体調崩さないように冬を迎えていただきたいと思います。急なね温度差に対応するように羽織るものを持っていく、そして体の中からしっかりと温める、そしてお風呂も、入ってね体を物理的にも温めるっていう風にしていただきたいと思います。そして女性は、足のくるぶしあたりを冷やすことによって、子宮とかね生殖器系が冷えると言われていますので、お家に帰ったらねくるぶしは温めてあげてください。靴下を履くだとかレッグウォーマーなんかで調整してあげていただきたいと思います。はい、ではね、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。